Welcome to シュルちゃん。Welcome to ガンダムライト。どうもシュルです。焦りは禁物だ。じわじわと攻めてやる。取られた。なんかカウンター作戦を決行するようですね。拠点をダッシュ。だけどこれあれだわ、ええ、ジオン軍の連隊ですな、ほら拠点を占領したわ。としか思えない、としか思えない。このメンツだ。ジオンがどうとかね、そこからジオンが どうとかね、この辺、この固まり方はそうとしか思えない。申し訳ないけど、おかしいもん、おかしい、おかしい。でこのゲームはさっさとノラとあれを分けるこんなのが成立しちゃうわけですからね、こんなのが敵だろうと味方だろうとゲームとして成立してないですけど、マッチングとして成立しちゃうわけですよ。それはもうおかしい話だね、昔からね、絶対おかしいかもね。だから招待は招待だけど、だからもう招待だけは招待だけどやればいいんですけど、もしかして道具組んでもやっといてくれって。拠点を占領しました。相手がのそういう意思疎通ができない状態で戦ってるから、一方的になったりとか、昔からそうなんですよ。確定的ですよ、このメンツは。どう見ても。分けるべきだと思いますね。これはジオンだけの話じゃないですか。今回たまたまぶつかっただけで、連邦にもいますし。昔から。いや、それを許してる、だから私の上に行って、優先に行ったところでやるやつやるから、かわいいですよ、やるやつやりますか。チートもそうです、なくならないのはやるやつやるんです。それを防ぐように、まあ、もちろんイタチコップじゃなんですけど、運営がもうやるしかない。これはユーザーはやります。そういうことです。今から犯罪がなくなるとしたら、全く一緒です。なくならないです。常に穴を見つけてくるんですけど、そういうの、そういうもんだと思って、調整してほしいですね。おいおい、もう終わりか。いや、だって、ノラでほとんど出くわせないですよ。ノラ顔。なかなかすると何が悪いんだって話のレベルなので、だからさっさとですね、マッチングを分けるなりしてほしいですね。昔から言いますからね。何？落とされたの？甘く見ないでよね。昔から言いますから、こんな合わないです。だからいいんですよ、ボイチャで合わせられれば
こんなの絶対なんないですか。あれもなんないですからね、こんなの。こんなのは息合わせてご一緒とかでなんか、例えばニコ生とかで合わせてやんないと無理ですから、これでの。なんとしても近づけさせるものか。だからこれはジュンだけの話じゃないですね。ただこの手の戦術ができるようになるんです。息を合わせればこのゲームは逆に言うとね。だからお互い同じ状況でギルド戦で50、50とかやればそれはそれで非常に高いゲームになるんですけど、今は一方的にそれをノラとノラ同士でノラに対して連邦のゲームをやり合って、それが勝ちだから違えだろ。それでね、連邦の連帯とジオンの連帯がぶつかって切磋琢磨してっていうんだったら別にいいんだよ。ただそういう支障じゃないからノラとやり合っちゃうし、それはおかしいよね。でかそういう支障、あの仕組みなのがおかしいね。弾壊れたら攻撃止まっちゃったんだけど、そうなの、そういう仕組みなのがおかしいんで、ちょっと高いましょうねっていうのが。少しは避けろ。仕組みの問題です。仕組みで対処できる話です。当たりすぎだ、少しは避けろ。地面打ちされた。なんですよ。別に怒ってるわけではないです。ただ、これをやられた方がたまったもんじゃないので、ノラで殺人する。緊急起動開始。援護して。タイが1ヶ月2ヶ月の話じゃないですからね。サービスが出店したらずっとやってますから。いや本当に本当にこれ、最近始めた方は何言ってんだって話かもしれないけど、3年近くずっとやってますから。本当に浅い。弾薬をくれないか。まあ、ただこの階級で会うってことは相手もそれなりに階級高いと思う。出撃する機体を選択して、今は出撃する地点を選択してください。行くぞ。まあコアタイムで、これ今コアタイム10時になってないと思うんですけど、あ、11時、まさにコアタイムなんです。これがオフピーク隊とかだともっとひどくないですかね。オフピーク隊でも成り立っちゃったりするんで、私はおかしいものはおかしいって言ったので、おかしいで言います。挑んできた勇気は褒めてやる。弾薬をくれないか。すまない、大丈夫だ、修理は任せておけ。この程度、薄皮一枚傷ついただけだ。あ、入った。なぜ負けたか。配管を砕け。協力願います。出撃する地点を選択して、出撃する地点を選択して。だから25%25%ぐらいで、ノラは選べんじゃないかなと言ってはしてます。ああ、招待のモードを作ればいいんじゃないかなと言ってはしてます。行くぞ。50vs50 をね、招待でやるっていうのはね、なかなかね、現実的ではね、だって50人知り合い集めるのって話ですからね。
それはちょっと現実的じゃないんで、25ぐらいが現実的かなっていう気がしてます。いけてもね、結局50人集まんないから、今までもノラを買い出したわけ。これで勝ったと思うな。状態システムはちょっとおかしい。大丈夫だ。次は誰かな。イベントとかでも完全に招待で50人組んでからじゃない、始められるルーム制の大会みたいなのやればいいんだ。そうすれば彼らのなんか、今下に、格下に向かってるその勢いが、お互い勝つっていう、お互いのね、格上同士で戦ってっていうので、上の方に向くんで、他のゲームとかは操作してるんですよ。だから LOL とかは非常にランキングがしっかりして、それで勝つとまあ大会でもありますし、これはそういうのがないから、視線はどうなのって感じがしてるんですけど、ゲーだけど、出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。いや、あれですね。どうするのかな。まあまあ、流れで。いや、本当にノラにはソロで一人でやる、参戦してるプレイヤーには割の合わないけど。お前は顔を手を打つことしかくない。なるべくこいつ、こいつ冗談じゃねえぜ。そこだ、勝利してほしいのだ。ネグの手たちが打たせてくれてきた。お前たちがいけないんだ。どうしよう、逃げろ。ノロックの方が当たる。逃げてくれ。ロックすると逆に当たりにくい。よし、勝ちたいと思ってて、このざまだ。この手をね、薄皮一枚傷ついただけだ。これで勝ったと思うな。どうした、ね、それで終わりか。ダメでした。意外と当たらなかったね。出撃する。てかブレた。選択してください。あとこのゲージも、まあ、出撃する地点を選択してください。南来るでしょう。敵からすると北か南かっていうのが回収を迅速に行う。そう、南にガチって突っ込んでくるパターンが一番嫌なので、拠点を占領した。中か中央かね。回収を優先させる。まあだからこのシステムは穴だらけですよ。だいぶその穴を滅びしてきてるんですけど、まあまあ根本的なところでマッチングをやっぱ変えないとダメだなっていうのを改めて。調整システムを変えるっていうのもあれかもしれない。ギャンさんいいね、そんなことはよりも。マンバズーいて、やられようとは。あれ何でしたっけ。各地方でしたね。出撃する機体を選択してください。出撃する機体を選択してください。どうしよう、まあ、南に来るってことですな。行くぞ。赤い白も気をつけなきゃいけないですけどね。立ちようか。
時間ない。さあ早め。まあだから何ですかね、下がりをしたい層と上昇志向のある層っていうのもあるので。上昇志向のある層は時間がないんですよ今。まあ極数ぐらいしかない。これで勝ったと思うな。極戦ぐらいしかないので、お、回復きたわ。ありがとう。敵の本拠点を攻撃しています。動けないんです。どうした、それで終わりか。まあ、敵も高階級だと思いますが、もしかしたら連隊同士のぶつかりがないかもしれないですけど、分かんないそこは見てない構成を見てないでいたんで。ですね。このゲームはそういう、まあそういう意味でもこういうのもあるから、陣営撤廃すればお互い潰し合う、同じ タイミングで参戦するとお互いで潰し合う、合うので陣営撤廃もあり必要だなと私はこういう部分を含めて言ってるんですけどね。そのフレピクとナハトの潰しいがみ合い、アレックスとケンパーのいがみ合いもあるんですけど、全部使えるし平等になるし、このプレイヤーがの偏りもなくなるから撤廃してもいいんじゃないのっていうのは、そういう部分もあります。個人評価の報告です。そんな感じでございました。まあ私は私なりにやっていくっていう感じですね。活躍見せてもらったぞ貴様こそ。しかし見渡しがいいところのすごい成果を上げていますね。いや悪はちょっときついね。記録更新が楽しみです。 Z で南の水辺を想定してたんで完全に厳しかった。あといまいち、もっとブルディスティニーをもっと使いこなしたいなというのが個人的な感想です。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。